時間を過ぎましたので、JSET 人工知能の教育利用 SIG 第1回チュートリアル始めたいと思います。熊本からお送りしています。熊本大学の北です。音声の方は皆さん聞こえてますかね。YouTube の、ライブ中継機能で一応、配信してまして、右の方に、チャットの欄が出てきてると思うので、もし差し支えなければそのチャットを書き込んだときに表示されるお名前とかも、変更できるみたいですので、まあ、何か適当な本名でなくても適当な名前で書いていただければ、今熊本でやってる私の方にも伝わりますので、ぜひチャットで質問とかあるいは音聞こえないとかちょっと分かりにくいとかいうところがあったら書き込んでいただければ、フィードバックかかりますのでよろしくお願いします。で、まあ今日は5時ぐらいまでの予定で3時間ぐらいやるわけですけれども、スケジュールの予定としてはですね、メールとかフェイスブックの方で、お送りしていたアドレスを見てもらうと、まあ、これのことなんですけど、これこのページですね。これを見ていただくと、スケジュールも書いてありますけれども、こういう感じで、まあ、最初にちょっと趣旨説明しまして、まあ、すでにもう、20分過ぎてしまってますが、最初は2時間程度、ハンズオン実習でやりまして、でこれがスマートスピーカー用のアプリの開発の、まあ、実習ですね。それを、説明したいと思います。で、その後、まあ、質疑応答質問を受けしながら適宜休憩取りまして、後半、まあ、1時間程度、まあ、1時間も、かからないかもしれないんですけれども、後半のハンズオンの方は、これはIBM と、Google の方で、公開している、自然言語処理のサービスを少し、まあ、体験していただくということですね。これはもう完全に一般公開されているものですね。ので誰でも試してみることができるんですけれども、まあ、ご存じない方もおられると思うので、それをちょっと試していただくと。で、前半のこの2時間ぐらいかける方ですね、アカウントの作成が必要なんですね。でまずそれをやっていただくのが必要です。ハンズオン実習参加されようという方はですね、まあ、ただ見るだけだったらもちろん何も必要ないんですけども、せっかくなので、まあ、ぜひ、少し簡単なそういう、アプリの、作成の入門をですねやってみようと思うので、ぜひアカウントを作って参加してみてください。で、コースのトップに戻りまして、で、まあ、あらかじめのお詫びと書いてますけれども、ちょっと今声うまく聞こえてるといいんですけど、私のそのパソコンの、を使って今中継をしてるんですけれども、本当は、マイク外部マイクをですねつないで音をクリアに拾いたかったんですけども、ちょっとうまくいきませんでして、内蔵のマイク
をそのまま使うことになりました。したがってそのパソコン操作するときの音が割と大きめに拾ってしまうので、まあ、キーボードタイプするときとかちょっと耳障りかもしれません。あらかじめご了承ください。それで、準備のことがその下に書いてあって、まあ、なるべく事前にと書いてあるんですけども、まあ、アナウンスするのがもう直前になってしまったので、準備されてる方もそうでない方もおられると思うんですが、ちょっとこれ、後回しにしまして、まず本日の目標ということで、この3時間で、まあ、何ができるようになるかっていうのを、まずお示ししようと思うんですが、まあ、Amazon Alexa 向けのですね、要するに、製品名でいうと Amazon Echo ってやつですね。それがスマートスピーカーとして電気屋さんで今どこでも売ってますけれども、その Amazon Echo で動作する、簡単なアプリですね。それを皆さんにちょっと今日は開発してもらおうということですね。で、Amazon Alexa 向けって書いてますけども、Alexa っていう名前はそのスピーカーの製品名とは違って、Amazon が提供している、音声認識、音声合成の、を介したまあ、なんていうんですかね、いろんな情報をこうやり取りできるそのサービスのことを総称してアレクサというふうに呼んでるみたいなんですけども、でスピーカースマートスピーカーだけではなくて、スマホのアプリでも同じような機能としてそういうのが実現、できるので、この一つ上の事前準備の方にも書いてあったんですけども、リバーブっていう名前のアプリですね。これは、Android 携帯でも iPhone でも両方アプリが無料で公開されているので、Amazon の公式アプリではないようなんですけども、ちゃんと、問題なく動作しますので、これをインストールしておいてもらうと、今日作ってもらったものがですね、わざわざ、スマートスピーカーを買わなくてもちゃんと、動作確認できるっていうか、実際に使ってみることができるっていうことですね。もちろん今日のアプリ以外でも一般的に公開されているアプリだったら、アプリっていうか、まあスキルっていう名前で呼ばれてるんですけども、まあ一種のアプリですね。音声でやり取りするアプリのことですけども、一般的なAmazon Alexa 用のスキルはこのリバーブっていう、アプリを使うと利用することができます。で、どういう簡単なアプリかっていうのをちょっとまず最初に実演してみますと、すみません、ちょっと今日はカメラを使わずに、お顔を見せずに失礼してますけども、一応今、自分のスマホを、手元に持ってまして、それを、使ってですね、このリバーブっていうアプリをまず起動します。それで、ま、それぞれ後でやってもらうと分かると思うんですけども、起動する と、まずAmazon のアカウントにリンクしてない場合、Amazon のアカウントをそのリバーブっていうアプリに登録してない場合は、登録してくださいっていうふうに表示が出るので、それが終わったら、中央付近に丸が出るんですね。で、スマートスピーカーだったら、Alexa とかって呼びかけてからやるんですけども、このアプリの場合は、この丸い、中央に出る丸い部分を長押ししながら、呼びかけると反応してくれます。ちょっとやってみます。長押しして、クイズサンプルを開いて、
です。哺乳類は次のどちらですか？クジラ、ウミガメ。クジラ。正解です。クジラは魚類ではありません。次の問題です。英単語、comprehend の意味は次のどちらですか？理解する、複雑にする。理解する。正解です。Understand に比べ、広く深く理解するという意味です。まあ、こういう感じですね。こういうアプリを各自、この2時間ぐらいで作ってもらうことにしています。それがこの前半の、この簡単なアプリが開発できるようになるっていう、この目標ですね。それから後半、最後の、まあ、1時間程度で、自然言語処理サービスをちょっと試してもらうという、そういうあの段取りになっています。はい、それではですね、早速入っていこうと思うんですけれども、まずあのこの、今回の資料のサイト、資料を置いているサイトにもですね、書いてあるように事前準備が必要なんですね。で、まあ、今ちょっとこう動かしてみたら、すみません、カメラをで見せてなかったんですけども、まあ、声だけであのお聞きいただいた、スマホアプリですね、リバーブっていうスマホアプリ、これは、まあ、あの後回しでもいいんですけども、まずその開発の実習に入っていく、にあたって、アレクサ開発者アカウントっていうのが必ず必要なんですね。これを各自、取得していただきたいんですよ。で、作り方としてはここにリンクが貼ってあるんで、これを、まあ、上の方ですかね、上の方見ながらやってみてください。で、あのハマりやすいこととして、amazon.co.jp ってあの、ネットショッピング の、 あのサイトですね。その日本のサイトだけ使ってる人はあんまり問題ないんですけど、amazon.com っていうあのアメリカ合衆国のサイトですね、そちらをあの使われたことある人は両方アカウントがあって、ちょっとそれ紛らわしいっていうか、あの、混乱することがあるので、まあ、それだけではないんですけども、あの、アレクサの開発者アカウントを作ろうとすると、ちょっとあの、ボタンを変なとこ押しちゃうと、あの Amazon.com の方にアカウントを作ろうとするっていうことがあるみたいなんで、その注意が書いてあるんですけども、基本的に初めてあのアレクサ開発者アカウントを作られる方は、この上の方を見てちょっとやってみてください。で、それがちゃんとできればですね、このリンクをクリックしてもらうと、ログインできて、例えばどういう、画面になるかというと、こういう画面になるはずです。皆さんは多分一つもスキル、そのアプリを作られてないと思うので、この画面というよりはこっちの画面ですね。あのこれはあの開発者アカウントを取得した後だと、このこういう画面で、ログインがでサインインができて、こういう感じ の、 あの画面になると思います。こういう感じというか、これはもう作っちゃってるんで一回消せばいいかな。ちょっと消してみますね。はい、こんな感じで、アレクサ用のアプリが作れる、コンソール、まあ、管理画面みたいなものなんですけども、ここに
ログインできるとあのところまで行ってもらえればまず最初の準備段階で大丈夫なんですけども、そこまでまずやっていただけますでしょうか。そうですね、あの手間取らなければ多分5分10分ぐらいであのできるようにここまでいけると思うんですが、熊本側でも1人参加者があってあの参加者がおられまして、ちょっとその人があのどうもうまくいかないってないんじゃないかという話なので、ちょっとそれもフォローしながらになりますので、まあ、いずれにしろここでちょっと5分10分ちょっと時間を取りますので、この画面まで、行かれてない方はですね、ここまでログインするところまでまずやってみてください。これに入れないと、あと先あのこれから先あのこの後先に進めないので、このアレクサデベロッパーコンソールっていうこの画面までまず行ってみてください。少し時間を、取ります。このページに戻りまして、まあ、ここのページにも説明が書いてあるように、ちょっと手順があの、若干複雑なんですね。あの、Amazon の、そのネットショッピングのサイトのアカウントを持っておられる方は結構多いと思うんですけども、そこで、住所が、まあ、設定されてない場合は居住国、設定ですかねをする必要があって、でその後、そのアマゾンの、関連のアプリをですね、開発する、まあ、権限のための申請というかそれが必要になってくるんで、こういうあの、このデベロッパーコンソールをですね、ここですね、このの方のメニューの、ちょっと見にくいところにあるデベロッパーコンソールというところをクリックすると、こういうログイン画面が出るので、これをクリックせずにですね、こっちクリックするとなんかややこしいことになってしまうらしいので、Amazon に登録しているメールアドレスとパスワードをログイン、画面に入力して、入ると、いうことですね。で、登録を完了するっていうのを選択する必要もあるみたいです。私はずいぶん前にやってしまったので、ちょっとあの記憶があまり、私の記憶が当てにならないんですけども、ここに書いてある通りにやってもらうとあのできると思います。で、アカウント情報の、登録もですねさらに要求されていろいろ書き込む必要があって、あと許諾をあの承認する必要があってですね、それを全て終えると、デベロッパーアカウントの登録ができるということですね。皆さんいかがですかね、できましたかね。あのもうちょっと時間欲しいという方おられたらあのぜひちょっと教えてください。もうちょっと待ちますので、大丈夫ですかね。で後半のこの、エコーデバイス登録っていうのはあの今回特に必要はないと思います。はい、ではこっちに戻りまして、
いかがですか、大丈夫でしょうか。で、あのアプリリパーブっていう名前のアプリも、これはあの後から、インストールしてもらっても全然問題ありませんので、実際にあの動作を確認するのはあのウェブ上でもある程度できるので、あの、このリバーブというアプリをインストールするのはあの今回必須ではありません。これなくても大丈夫です。アレクサ開発者アカウントの、取得はこれは必ずやってもらわないと進めないんですけども、いかがですか、いいでしょうか。はい、じゃあ、先に進めたいと思います。それで、皆さん入っていただけたという、と思いますが、これではなくて、すいません、ですね、この画面で、これで、そのアレクサ用の Amazon Echo とかで動作できるそのスキルアプリですね、一種のアプリが全部作れるようにこれなってるんですけれども、ちょっとここで開発するっていうのはあの、コーディングのスキルがあのコーディングの能力が必要なんですね。これでクリエイトスキルとかやってあの情報入れてあのやっていくんですけども、少しややこしいんですよ。で、どういうふうにややこしいかを見てもらうっていうのも何なんですけども、この Alexa デベロッパーコンソール上で全てあの開発するっていう場合はどういう手順になるかっていうのが、この今日の資料の、真ん中あたりにある Alexa デベロッパーコンソールのみを用いた開発、括弧今回は見るだけと書いてあるところですね。今回はこのやり方ではやりません。やりませんけども、一応、後でもこの Alexa デベロッパーコンソールを一部使うので、ちょっとあの、大体どういうものかってだけ、っていうことだけはですね、あの、把握してもらおうということで、その説明を持ってきました。いろんな人が説明のそのサイトを、立てるんですけども、作ってるんですけども、このあたりがまあ一番シンプルでかつ結構網羅的に、書かれてるかなと思って、その2つ持ってきたんですけども、上の方をちょっとクリックしてみてみましょうか。どんな感じかというとですね、この方は、確か田中さんという方はあの、書籍も出版されている方だと思いますけど、シンクイットっていうサイトに記事載せておられて、ユーザーとアレクサ対応デバイスの間のこういう、スキルですね、これを作ってみようっていうことで、どんなふうにやるかっていうとですね、これがあの今あのここまで入ってくださいって言ってたあの画面ですよね。でこの後新しいスキル作成ってやって言語を選んで、それでスキルにはあの3つ種類があって、普通のもの、カスタムっていうやつは普通と考えてもらったんですけども、あとフラッシュブリーフィングっていう種類のスキル、それからスマートホームっていう種類のスキルがあって、スマートホームってのは最近なんか出てきた種類で、要するに、スマート家電対応のスキルっていうことみたいです。それ専用の、機能があの備わってるスキルのことだと思います。でフラッシュブリーフィングっていうのは、これはあのスマートスピーカー使っておられる方だったら、あのおはようとか、今日のニュースはっていうと、いろいろこう情報、その日の情報を教えてくれると思うんですけども、あの時に動く、スキルなんですね。だからすいません、だからあの、そのスキル単体単体で呼び出すっていうよりは、あのニュースとか、今日一日あの始めるにあたって、その必要な情報を全部こう、なんていうんですかね、あのコンパクトにまとめて教えてくれるっていう、
機能としてのスキルっていうか、あのフラッシュブリーフィングっていう名前で呼ばれてて、そのおはようとか最新ニュースを教えてって言った時に、あの、どういう情報が欲しいかっていうのをあの、スマートスピーカーの管理画面で選べるんですけども、そこに入れ込むことができるっていうのがフラッシュブリーフィングで、まあ、ちょっとだから特殊なんですね。そういう情報を端的に与えるためのスキルってこと でカスタムっていうのは普通のスキルのことです。で、まあ今回作るのもカスタムの、種類になるんですけども、でカスタムって選んで、それで、あのそういう普通のスキルっていうのは名前を指定して呼び出すんですね。例えば、さっきデモでやったようにクイズサンプルっていう名前をつけてクイズサンプルを開いてっていうと、あのその自分が作ったクイズサンプルっていう名前のスキルが呼び出されると。で呼び出し名っていうのはそこであの勝手に自由に決められるんですよ。そのスキルの名前とは別に呼び出すときにはこういうふうに呼び出したいっていうのが決められて、それがこのスキルの呼び出し名ってやつですね。でそれを指定して、であとインテントを追加っていうのがあって、あのインテントっていう言葉があのこの Amazon の、Amazon じゃなくて、Google の方でもそうなんですけども、結構重要な概念で、あの、まあそのスキルって呼ばれるアプリの中で、どういうふうに人が喋ったらどう答えるとか何が動くとかっていうことを、ルール付けしていくわけですけども、そのルール一個一個のことをインテントっていうふうに呼びます。なので、インテントがないとこのスキルっていうのはあのこのっていうかあの一般的にスキルとか音声用のアプリっていうのは、作れないっていうことで、インテントをいろいろ追加していって機能を増やしていくっていうような形になります。なのでインテントっていう言葉はあの覚えといてもらったらいいと思います。ですね、まああのプログラム書かれた経験がある方だったら、あのイベントドリブンっていう考え方でプログラミングすることをご存知の方もあると思いますけども、その、まあ、一つのイベントみたいなものですね。あのそれに似たような概念です。インテントっていうのはこれが起こった時にはこういうふうに反応するとかっていうことを定義していくっていうことで、インテントをどんどん追加していってスキルをこう、まあ、ちゃんと機能するように、開発していくっていう、そういうものです。でスキル ID を、取得して、でこっからがあのプログラミングの、必要な部分なんですけど、コーディングが必要な部分なんですけども、ラムダ関数を作成するっていうのがあって、これはあの Amazon があの提供している、サーバレスのコード実行の環境で、普通プログラム動かそうと思ったら、まあ、Java でも Ruby でも PHP でも、まず OS をインストールして、その上で環境を構築してっていうふうにやらないといけないんですけども、AWS Amazon Web Service っていう会社ではもっと簡単にそのプログラムが実行できるように、サービス、こういうサービスを提供してるんですね。で、まあ、要するにでもこれはプログラムを動かすためのものです。でそこの設定をして、でかつその、今作ろうとしているスキルがどういうふうに動作するかしないといけないかっていうプログラムを、こういうふうにコードを書いてやって置かないといけないですね。Amazon のこの Alexa の方では、Node.js っていう JavaScript、サーバー版の JavaScript をですね、標準的に推奨してるんですけど、他の言語でも書くことできますけども、そういうコードを、まあ、置かないといけないということで、で、テストがここまでやってちゃんと、まあ、動作を確認できて、というか、プログラムにエラーがなければ、ちゃんと動かせるようになるのでテストをしてみましょうということで、この、コンソールの上でですね、Amazon Alexa コンソールの、あの Alexa デベロッパーコンソールの上で、スキルが実際にどうやって動くかっていうのを音声をこう、聞きながらテストすることができるんですね。これは後でやってもらうことにしてるんですけど、ここでちゃんと動けばあの普通の実機でも、ちゃんと動くということで、このテストが結構重要っていうか、ここで実際にあの確かめながら、何か変なことがあったら
直していくっていう、そういう手順になります。ということで、ざっとこういうふうに、まあ、こんなふうにその開発するんだよっていうことを説明ちょっと今したんですけど、で今日はこれをやるわけではなくて、もっと簡単にできるように、別のサービスを、利用します。で、今回利用するのは Voice Apps っていう、これちょっと日本語化されてないんですけども、まあ英語の、サイトなんですが、そこで、コーディングなしでAlexa スキルですね、音声アプリを作ってもらうということです。でここも、この Voice Apps のアカウントも、取得する必要があるんですけども、これはそんなに難しくなくて、普通にもう Google のアカウントで、シングルサインオンで入っていただくか、メールアドレスを登録して登録してもらうか、どっちかですね。これはすぐできると思うので、まずそれをやってみてください。どういうサイトかというと、こういうサイトですね。このリンク、このリンクをクリックしていただくと、このサイトに飛びますので、ここのサインインっていうところをクリックしてですね、これちょっとログインしちゃってるので、ちょっとサインアウトして、こういう画面に飛ぶと思います。サインするとですね、サインを押すとこういう画面ですね。同じですけど、で Google アカウントでログインするか、まあそうじゃなくて、メールで自分のメールアドレスで登録しようっていう人は、この Create an Account っていうこの画面で、名前と名字入れてもらって、でメールアドレス、それからパスワード2回打ってもらうと、登録できると思います。どちらか、どちらでも結構です。それでボイスアップスのサイトのアカウントを作成してください。いけましたでしょうか。まあアカウント作られるのをちょっと待ってる間に、このサイトの、まあ、概要というか説明しておくとですね、先ほど説明したAmazon が提供しているサイトですね、あそこで全部、完結するんですけども、まあ、やっぱりちょっと、JavaScript の構造とかバリバリ書かないといけないので、あるいは、まあ、他 の, Ruby にしろ Python にしろコーディングできないと開発できないんで、そういうコーディングちょっと苦手だなっていう人のために、こういうサイトが作られていて、いくつかこういうサイトあるんですけども、まあ無料でも割とちゃんと使えて、機能も割と豊富で、ちょっと日本語化されてないところが、残念なんですけども、まあコーディングなしでこういう、スマートスピーカー用のスキルを作ってみるにはいいかなと思って。今回これを選んでみました。で、画面の下半分にこうスクロールするといっぱい出てきますけれども、まあ、テンプレというか、もともともサンプルがたくさん用意してあるんですね。なので、もうコーディングが必要でないどころか、もうこれをコピーしてちょこちょこっと変えるだけですぐに自分のスキルを作ることができるっていう、そういうタイプの、サイトです。で、あらかじめ言っとくとですね、これ無料版というか無料コースと有料コースがあって、無料コース、無料版というのはやっぱり機能がちょっと限定されてるんですね。できることが少し、少なめになってるんですけど、でこの下のサンプルプロジェクトのとこに並んでるこのサンプルもですね、有料版と無料版に分かれてて、ちょっと見にくいんですけど、右それぞれのカードの右下に、丸い、
ところにこうドルマーク、緑色のドルマークついてますけども、これは有料版でしか使えないサンプルなんですね。だからこれを、使おうとするとあなた有料版にアップグレードしなさいって言われちゃうので、とりあえずは今日はこのドルマークのついた有料版のやつではなくて、ドルマークついてないこのあたりですね、このあたりを、使って、もらうことになります。これも有料版ですね。この右下に小さくドルマークついてるこの辺は有料版でしか動かせないサンプルです。それ以外は、まあ、半分ぐらいですかねは無料版、無料アカウントでも使えるやつなので、それでもかなりいろいろ、機能が十分使えるんで、まずそれで試してもらうといいと思います。はい、それでそうですね、手順として、はい、今日どのサンプルを使ってもらおうかなと思ってちょっといろいろ調べてみたんですけども、まあ一番簡単で中身が分かりやすいサンプルっていうことで、この一番下にあると思いますが、スクロールしてもらうとですね、この一番下にある出てくると思いますけども、アイスクリームショップっていうこのサンプルですね、これを皆さんにちょっと試してもらおうかなというふうに思っています。でそのやり方なんですけど、やり方はですね、こっちの今日の資料の方にも一応書いてあって、ただまあ、ちょっと今日のやり方とは少し違うところもあるので、まあ、これはまあ後で、参考にしてもらったらいいと思いますが、あるいは私の説明を聞き逃した場合、この参考リンクですね、これを見てもらってやってもらってもいいと思いますが、ちょっと 前っていうか、この画面上で、この実習の手順っていう通りにやってみますので、途中でちょっと、分かんなくなったりしたらまた聞いてください。あ、ちょっと音声が止まったりしますかね、すいません。ちょっとネットワークが不安定なことがあるみたいなんで、ここは大学の敷地内じゃなくて、少し熊本市の繁華街の方にある熊本大学の施設の中でやってるので、ちょっとネットワークが時々不安定なことがあるかもしれません。聞こえなくなったりしたらいつでも教えてください。ということで、まずこの書いてる手順の通りにやってみましょうか。実習の手順というところですね。はい、でまずボイスアップスのこの、この画面の中だけでしばらくは手順を進めていくことができます。ここまでログインしていた、このログインしてこの画面まで入っていただければ、まずどうするかというとですね、このアイスクリームショップのこの、サンプルを動かしてみるということで、やり方はですね、右上のこの、なんて言うんですかね、これはハンバーガーじゃなくて、この3点並んでるこのメニューのところで、クリックしてもらうと1個だけ出てクリエイトコピーっていうのしか出ないんですけども、これをクリックしてください。アイスクリームショップのこのカードの上で右上の、この3点並んでるのをクリックするとクリエイトコピーが出ます。クリエイトコピーを選んでください。そうすると、まあ、自分でそのプロジェクトの名前とかいろいろ変えられるんですけど、ひとまずこれはもうデフォルトのままで結構ですので、右下のクリエイトをクリックしてもらったらいいです。特に、この辺り
どれも変えずに、とりあえずはデフォルトの設定で結構ですので、クリエイトをクリックしてください。そうするとこの上半分の Your Projects のところに今コピーした、サンプルが表示されます。で、このコピーした方のこのカードをですねクリックしてもらうとこういう画面に飛びます。で、ちょっとはみ出してるんですけど、まあ、コントロールキーを押しながらスクロールとかそうやって画面の、拡大縮小適当にやってもらうとこういうふうに、あ、そうですね、背景をドラッグしてもらうとこういうふうに位置が変わりますね。でこのスキル、このアプリっていうのは、まあ、とっても単純でまあ、この一個一個のカードがさっき説明したインテントって呼ばれるものなんですけど、それぞれどういうことがあったら次何をするとかっていうことをこう決めてるわけですね。で今このウェルカムって書いてあるこのカードがこう影がついてるので、今これが選ばれてるんですけど、フォーカスがここにあるんですけども、他のカードをクリックするとそっちにフォーカスが移って、右の方にあるこの、そのカードの、設定がですね、右半分に表示されます。で、まあ、中身見て一個一個見ていってもいいんですけども、まあ、テストしてみるのが一番分かりやすいだろうということで、この画面の上でですね、上の方に3つボタンがテスト、シェア、パブリッシュって並んでて、そのうちのテストっていうのをクリックしてみてください。そうすると右の方ににょっとこう一つ、なんていうんですか、プレーンっていうか、もう一つカラムが出てきて、まあ、ここにそのテスト、このスキルを、実際試してみることが、まあ、ここでできるようになってるんですけども、まあ、いろいろ注意書き書いてあるんですけども、実際にテストしてみるにはこの画面の、左下の方にあるスタートスキルっていうこの青いボタンですね、これをクリックしてもらうといいです。そうですね、はい、音が出ると思います。で、これで最初起動すると、こういうその、まあ、スピーカーというか、アレクサアプリがですねこういうふうに呼びかけてくるということですね。でそれに対して返事をすると、で、まあ、タイプしてもいいし、マイクを押してブラウザーが反応すれば音声でも認識すると思うんですけども、まあ、とりあえずタイプしてもらったらいいですかね。でチョコレートっていうふうに返事すると、ああ、なんかちょっと数字間違えたかな。で、というふうに答えるということですね。で、ここで、バニラっていうふうに答えたら、あ、もう次終わっちゃってるんですね。もう一回起動するんですかね。スタートスキルでもう一回再起動して。
答えると、まあ、また違う答えが返ってくるということですね。こういうとっても単純なスキルです、要するに呼びかけて選択肢を提示して、そのどっちを選んだかによってまた答えが変わってくるって、そういうスキルですね。ごく単純なスキルで、でテストが終わったら、まあ、この画面ちょっと邪魔なんでテストのボタンをクリックしてもう一回引っ込めてですね、ちょっと中身見てみましょうか。大体わかりますかね。まずウェルカムのところを見てもらうと、この右の方に設定がいろいろ書いてあるんですけども、そうですね、これ説明してるとちょっと眠くなってくるかもしれませんが、各自ちょっと見てもらうといいですかね。一番のポイントは、ウェルカムっていうのはこれはまあ最初にとにかく呼び出される、ローンチの、そのスキルがローンチ呼び出されたときに最初に必ず呼び出される部分なんですね。ウェルカムインテントって言ったりしますけど、でその次どうするかっていうのは、ここには書いてなくて、この部分には何もこの次どうするかって書いてなくて、矢印がこう引っ張られてる、引っ張られてこの続きにチョコレートとバニラっていうのがありますけども、このチョコレートバニラのところに、ウェルカムのこのカードの後、インテントの後しかここはこれは動作しませんよっていうふうに、まあ、ここに書いてあるので、これによってここに指定してあることによってこの矢印が引かれてるんですね。バニラのもそうです。ここにウェルカムによってのみアクティベートされるって書いてあるんで、この指定がこの矢印につながってるんですね。でそうなんですけど、それは両方とも同じなんで、チョコレートもバニラもそこの部分だけ見たら同じなので、チョコレートの方はこの The user can say things like って書いてある、このこんな風にユーザーが呼びかけた時にはこのインテントがカードの部分が動きますよっていう、この指定のところにチョコレートってこう書いてあるので、さっきのようにチョコレートってタイプしたり、まあ、音声でチョコレートっていうふうに言ったときに、こっちの、まあ、インテントが動くと。で、バニラの方は、バニラとか、バニラアイスクリームって書いてあるので、まあ、どっち、単にバニラって言っても、バニラアイスクリームって言っても動くんですけど、そういうふうに、ユーザーが発話したときに、こっちが動くよっていうふうに、そういうふうに、指定されています。これでこの2つのインテントがですね、このカードみたいなやつが選択的に動かされるということになります。で、さっき僕ちょっとタイプミスしてチョコレートなんか違う通り間違いで入力したらうまく動きませんでしたけども、そのこの2つどちらでもない、そのチョコレートでもバニラでもないものを入れた時っていうのはちょっと分かりませんでしたっていうような返事を返すように作られてるみたいです。それは多分このボイスアップスっていうこの、開発環境の方で定義されてるんだと思いますけど、いずれにせよこうやって明示的に指定したもの以外のやつを入れたら、まあ一応それなりには処理してくれると、途中でエラーで止まってアボートとかはしないようになってるみたいですということですね。で、それぞれこのインテントにはこの3つ指定する箇所があって、それどういうふうに言っておかれたらいいかな。データはまあ今回はちょっとあれなんですけど、レスポンスが大事ですよね。チョコレートの方のインテントには
レスポンスイズっていうところに、このユーザーの発話、その言ったことを受けて何て返すかっていうのがここに書かれてて、チョコレートっていうふうに言われたら Great, I like chocolate too っていうふうに返すっていうふうに書いてあって、このバニラの方は I prefer but vanilla is great too、 I prefer chocolate but vanilla is great too って書いてあって、ここで何ていうふうに返事するかっていうのを、まあ、決めるんですね。これ Response is っていうのがそれを決めるとこだっていうことですね。それと、あとはこれは特にそうですね、何も定義してないっていうことで、ここはそんなに気にしなくていいと思います今回。ここでもうセッションを終わるとかって指定することもあるんですけど、もうここはまあ開きっぱなしで終わってるっていう感じですね。まあそれでも普通に動きますので、ここは気にしない。Next actions っていうのがあんまり気にしないっていうことですね。まとめるとですね、結局、それぞれ、ウェルカムインテントだけは特殊なんですけど、これは最初にとにかく起動される、部分なので、これはないんですけど、その以外のインテント、はどうやったらこれがその呼び出されるかっていう条件を指定しないといけないということで、このアクティベーションのタブのところで、人が何ていうふうに、言ってきたらこれを起動するんだっていうことを定義しないといけないということですね。それがまず1点大事なのと、でその言われた時に何て返事するかっていうのをレスポンシスのところでこう規定するということですね。それと、順序をつけたかったら、このウェルカムの後でしか、ウェルカムの後でしかって、ウェルカムは必ず最初に起動するから、その後なのは当たり前なんですけど、何かのインテントの後でしかこっちを起動したくないっていう場合は、このアクティベーションの条件のところで、このインテントの後、要するにこのインテントによってのみ起動されるっていうところを条件付けしておくということですね。その3つがこのサンプルで学んでもらえたらと思うところです。はい。で、ずっと説明ばっかりしてるとまた眠くなると思うので、実際ちょっと皆さんに考えていただきたいんですけど、まずですね、これはまず全部英語なので日本語にまずしましょうか。あ、その前にそっか、これはデプロイしてみようって書いたいな。どっちにしようかな。どっちがいいかな。そうしてみますか。この手順書いた通りにやってみましょう。今の段階ではこれは、今の段階っていうのは、ごめんなさい。この段階では、この中のこのテストっていうところではちゃんと、動作確認できたんですけども、これだけでは自分の Amazon Echo とか、さっき紹介したリバーブっていうアプリの中では動作しないんですよ。これは、この Voice Apps っていうサイトの中でしかまだこれ作ってないので、これを実際にさっきの、ログインしてもらって見てもらったこの、Alexa デベロッパーコンソールの方にですね、これにこっちの方に送ってやらないとダメなんですね。送ってやって初めて、Amazon の、いろんなデバイスで動作できる、させることができるようになるので、これをちょっと送る動作をしてみましょうか。そのためにはパブリッシュっていうのをやる必要があるんですけど、でちょっとこれうまくいかない場合もあるんですけど、ひとまずですね、ちゃんとこのさっき最初にちょっと時間取ってやっていただいたこの Alexa デベロッパーコンソール、ここにログインをまず確実にしてください。これがちゃんとログインできてるっていうことを確認した上で、今この
アイスクリームショップっていうこの、サンプルのスキルをですね、開いてる状態でこのパブリッシュっていうこのボタンですね、これを押してみてください。で一番最初にっていうか、このボイスアップスのサイトから、そのアレクサデベロッパーコンソールの方にこのスキルを送り出すっていう動作を初めてやるときに、このパブリッシュを押すってことなんですけど、パブリッシュを押すときにですね、ここではもうこのまま行っちゃうのかな、Amazon Alexa の方から、そういう権限を与えてよいかっていう確認画面が出ることがあります。よくシングルサインオンの画面でもよく出ますけど、まあ、OOS のあれですよね、トークンを取るときに出てくるような画面ですけど、僕はちょっともう一回、ネットワークエラーになっちゃったな、これはより面倒な話になりましたね。なんでうまくいかないのかな、うまくいく場合もいかない場合もあるんですけど、もう一回やってみますか。ネットワークエラーか、困りましたね。デモがうまくいかないっていうのはちょっとあんまりよろしくないですけど、皆さん一回そのパブリッシュっていうのをクリックしてやってみてください。普通はAmazon の方の、からのメッセージが開いて、この、ボイスアップっていうこのサイトから Amazon のデベロッパーコンソールを、利用するっていうことを許諾しますかっていう画面になると思います。それを許諾すればちゃんとこっちの方にこう、スキルが入ってくると思うんですけど、それぞれ皆さん一回やってみてください。熊本側で受けておられる方も、パブリッシュしてみたら、ネットワークエラーっていうのは出ないまでも、
何回も同じ画面に戻って、もう一回アカウントリンクが固くて要求されるっていう現象があって、これは僕も経験したので、もしそうやってぐるぐる何回やっても先に進めないときは一旦キャンセルして画面を抜けてみてください。それで、例えばここのアイコンをクリックして最初のこの初期の画面に戻って、でもう一回、この自分のプロジェクトの中に入って、でもう一回パブリッシュを押してみてください。そうするとうまくいく場合もあります。何度も同じ画面にこう戻されるっていう現象は確かに僕も、試してみるとそういうことがあったので、なんかちょっと不安定というか不完全なのかもしれませんけれども、とにかく一度このボイスアップとアレクサのこのデベロッパーコンソールがちゃんと、なんていうか接続許可されれば、あとはもう今この画面で言っているようにデプロイスキルっていうふうにスキルを実際に送り出す配備するっていうボタンが出るようになると思うんで、それでちゃんと送れると思います。もう一つの私のアカウント、別のアカウントの試しみからちゃんとデプロイされたみたいなんですけども、熊本側の受講者もやっぱりネットワークエラーになるっていう話なので、ちょっとなんか今としたらサーバー間で通信がうまくいってないのかもしれません。残念ですね。それはどうしたらいいですかね。ちょっと後で調子が戻ることを期待して、先にちょっと話を進めたいと思いますが、ちゃんと正常に行けばですね、パブリッシュって押してデプロイスキルって押すとですね、こういうふうにしばらく時間かかるんですけど、ちゃんと送り出されて、ちゃんと成功しましたっていうふうに出てくるので、その場合この、こっちに来てみるとこういうのができてるはずなんですけど、
まあ、ここまで来ればあとはもう実際にあのちゃんとアマゾン側にも送られたわけで、あの、自分が持ってるスマートスピーカーだとちゃんとあの、その上で使えるスキルになったということになるんですけど、どうしようかな。まあ、ちょっとそこがあのうまくいってる人がいればもちろんそれであのあの続けてもらう、あのそれで大丈夫なんですけど、ちょっと こっちの方では2人ともダメなので、次の手順として、あでも一応説明しようかな。あのこうやってAmazon の方にこう送られた後はですね、これクリックしてもらって、であのこの辺りにその、インテントが全部あのちゃんと送り込まれていると、チョコレートとかバニラとかチョコレートインテント、バニラインテントというふうに出てると思いますけど、で、英語になってるはずですけど、でテストっていうところ、このアレクサデベロッパーコンソールの上でのテストってところをクリックしてもらうとですね、マイクの許可はどっちでもよくて、まあ、とりあえず許可しないようにしておきますけど、最初はですね、ここオフになってて、最初に送り込んだとき、初めてデプロイしたときにはオフになってて、ここでテストできないんですけども、ここをデベロップメント、開発中っていうのを、日本語のメニューになっている場合は開発中ってなってると思いますけど、それをあの選んでもらったら、その後はここでさっきあのボイスアップスの上でテストしたのと同じように、ここで、テストできるんですけど、こっちではあのさっきはあのスタートスキルってやっただけで、そのスキル名を呼び出してあの勝手に動いてくれたんですけども、こっちは手動でちゃんと入れないといけなくて、オープン、アイスクリームショップかなっていうふうにやるとあの動くと思います。こっちでは今はどうだったかな、これも変えちゃったかな、こういう感じですね。こういう感じで、さっきと同じようにテストできます。でここでだからバニラとか、チョコレートっていうふうに入れるとさっきと同じに答えてくれると思います。でこの状態までになったら、初めて、その実機でもですね、ちゃんとあの自分の所有してるあの自分のアカウントが紐づいてるスマートスピーカーだけですけど、あの他人のスマートスピーカーであのオープンアイスクリームショップってやってもあの全然動かないんですけど、あの自分自身のスマートスピーカーではこれでちゃんと動作確認が実機でもできる状態になっています。いうことですね、はい、それが今この 2,3 の、手順のところですね。でちょっとうまくいかない人もいると思うので、まあ、これはちょっと後で解決することを、期待してですね、これ多分エラーがネットワークエラーだから、別にそのスキルとかの何か設定がおかしいとかそういう話じゃなくて、単にあの、Amazon とボイスアップスの間の通信がうまくいってないだけだと思うんですけど、そのエラーがですね、まあ、それはちょっとまた明日やったらうまくいくかもしれないということで、それを期待することにして、ちょっと先に4番の方に進みますね。で、今こうやって動かしたあのサンプルそのまま動かしたものですけど、これだと、まあ、英語、これデフォルトでは英語しか対応してない、設定なので、日本語のスキルにしようと思うと日本語を入れてもちゃんと理解してくれないんですよ。なので一旦この、ボタンをクリックして、この最初の、この画面に戻ってもらって、で
この自分のプロジェクトっていうところの上でも、あのこの右 の, あの3点のメニューがあって、そこでエディットを選んでもらってですね、そうすると一番最初に見たこの画面に戻ってくるんですけど、ここで、まあ日本語対応ということで、まあ、プロジェクトの名前もなんかちょっと変えましょうか。まあ、アイスクリームのスキルなんですけども、最終的にそのちょっとしたクイズをやってみたいので、クイズを動かしてみたいなんで、まあ、クイズ1とかって、まあ何でもいいんですけど、この名前は。で、この対象言語っていうところに、まあこれそのままでもいいので、日本語追加っていうことで、この右端のこの矢印、縦向きの矢印をですね、クリックすると、ジャパニーズが選べます。はい。それでスクロールして、下のアップデートってところをクリックしてください。説明のところも書いてもらってもいいですけど、これはまあ、どっちでもいいです。もう一回やると、この上の方に出てくるこのコピーしたこのサンプルですね、それのこの管理メニューのところでエディットを選択して、でターゲットラングジーズのところで日本語を追加するということですね。で、アップデート更新ってやると、こういうふうに変わります。それで改めてこのクイズ開いてもらうとですね、上の方にこの言語を選ぶところがあって、さっきはこうイングリッシュ、まあ、US、UK、インディアとかしか選べなかったんですけども、一番下にジャパニーズが出てくるので、これを選んでもらって、これを選ばないとダメです。言語ごとに基本的に、それぞれその、ユーザーがどう言ったかっていう、その違うパターンを指定できるようになっているので、ジャパニーズっていうふうにここを選んどかないと、日本語モードで動かした時のその動作っていうのが設定できないです。で、ちょっと日本語化してみましょうか。で、まずそのそれぞれのインテントで、ウェルカムの場合、まあアクティベーションはこれも勝手に呼び出されるということで触る必要ないんですけども、レスポンスというところはこれは英語で書いてあるんで、何かこう日本語に変えてみてください。とかいう感じですね。まあ、さっき最初にデモンストレーションしたのに、まあ、沿って、書いてるんですけど、皆さん自由になんか問題設問とかしてもらっていいと思いますけど、2つ選択肢を与えて、問題をこう読み上げるというのに書いてみました。で今度、これクジラとミドリガメってやったんで、これチョコレートバニラのままでは全然反応しないので、まずチョコレートの方を、アクティベーションのタブですね、チョコレートって書いてるのをこれをクジラっていうふうにエンターキーを押せば確定するので、でバニラの方もこれは緑亀って書いたので
2つ目のやつはもう消しときますかね。あるいは一応念のために漢字の場合も、緑画面は漢字がないか、そうか、じゃあこれはこれでいいですね。クジラの方は漢字も書いてみますか。まあ音声で入力するとき、どっちでその文字化されるっていうのがちょっと不安な部分もあるので、一応クジラ、カタカナとひらがなもあった方がいいかもしれませんけど、漢字と入れてみました。そうですね。すいません。このAmazonのアレクサ使ってる時のちょっと特殊な事情としては、例えば数字を言う時に、5とか10とかって答えた時に、アレクサの音声認識っていうのは必ず日本語の数字は全部漢数字に直してしまうので、半角で5とかですね10とか書くと反応しないんですよ。なので、数字を言わせたいときに、そのどの数字かっていうのを受けるときは必ず漢数字を指定してください。これはちょっと、まあ、なんていうか、初心者が最初詰まるところなんですけど、15とかだったら必ず、まあ、ここでは、こういうふうに書かないといけないですね。これ、こう15って書いちゃうと、全く反応してくれないんですね。そういうちょっと、不思議なっていうか、もうそれはルールなんで仕方がないですけど、こういうふうに書かないといけないです。まあ、ここはクジラで反応してほしいので、これは不必要ですけど、この半角の15ではダメで、関数字で15って書かないと、ちゃんと受け付けてくれないです。インテントが反応してくれないです。まあ、それはさておきですね。で、まあ、チョコレートのままでもいいんですけど、このインテントの名前はちょっと分かりにくいんですけど、この一番上のですね、ここで変えられるので、まあ、チョコレートのままでも全然構わないですけど、一応、クジラ入らないみたいなんですよね。このインテント名は英数字しか入らないみたいな、半角英数字しか入らないみたいなんで、ローマ字表記で入れてください。インターネット名は別に分かりやすければ何でもいいので変える必要もないんですけど、一応こういう感じですね。で、これで呼び出すところまではできたっていうことですね。で、次はレスポンスのところをやってみましょうか。クジラって答えてながら、私もチョコレートが好きですっていうのはもうちんぷんかんぷんなんで、ここは、正解ですと、とかいうふうに、まあ、なんかもうちょっとフィードバック与えてもいいかもしれませんが、緑髪の方は、緑髪は、爬虫類ですよ、違いますって。これで一応1問だけしか問えないクイズですけど、一応クイズになったはずです。まあ、単に中身を書いただけですね。まあ、ロジックは全く触ってなくて、最初にここで問題を提示して選択肢を与えて、どっちの選択肢を選んだかによって反応が変わるっていう、そういうスキルができました。テストしてみますかね。こんにちは。では本題です。哺乳類は次のどちらですか？クジラ、緑豆。
です。こういう感じですね。これはさっきのデプロイがうまくいかなくてもここまでは皆さんテストできるので、まあ、ぜひやってみてください。うまくデプロイできた人はもちろんAmazon のコンソールの方でもちゃんと試すことができると思いますけどこういう感じですね。はい、そしたらあとはまあ応用問題というか、まあこれはこれがだから5番のところですね。で2問目のクイズ追加っていうのは、ちょっと応用問題、最初にデモンストレーションしたスキルはそういうふうになってたわけですけど、それ皆さんちょっと考えてみてください。どういうふうにやったらいいですかね。インテントがこの3つだけではどうしようもないので、これを増やす必要があります。なのでで、ちょっとこのボイスアップっていうこの開発環境ではなんかこう範囲を選択してデュプリケートってコピーするっていうことがどうもできないみたいなんで、一個一個追加する必要があるんですけども、インテント一個一個追加するじゃないんですけども、一応そのインテントのコピーはですね複製はできるみたいなんで、それを使いつつ先にこうつなげていくような形になると思うんですけど、それちょっと今まで説明したことで基本的にできるはずなので一度やってみてください。それではそろそろ再開しましょうか。ちょっとデプロイがやっぱり何回やっても私の場合うまくいかないんですけど、もう一個のアカウントの方はこっちのアカウントではちゃんとうまくいくので、そのボイスアップスのサーバーと Amazon の間の問題っていうことではないような気がしますよ、よく考えたら。ということで、休憩前に出してた問題の答えですけど、今1問目はここでクイズの1問目はここで答え提示して、でユーザーがどっちを答えたかによってここで受けてるわけですけど、次2問目をその、提示するインテントをまず作らないといけないですよね。でそれに、応じてまたさらにこうやって2つ、まあ、2つなり3つなりいくらでも作れますけど、その2問目の選択肢それぞれに対してインテントを置いてやってっていう、まあ、だからこの3つのこの配置がこの3日にもさらに続くっていう、そういう、格好になります。なのでまずインテントを新しくこう作ってやって、でここでそうですね、アクティベーションとしてはこっちかこっちかに答えた後にこっちっていうふうになるようにしたらいいと思うので、ちょっと大きくして、まずここをクジラか緑亀かどっちかってことで、
矢印をこういうふうにどっちかからこう持ってくると。でここではレスポンスの方は2問目ですと、なんて言ったっけ、あ、そうかそうか。何でもいいんですけど、例えばこういうふうに英単語の意味は次のどちらですか、英単語これこれの意味は、ああちょっとこれ数字間違えた、コンプリ、コンプリ、コンプリエンド、理解する、共通化する、どっちですかっていうふうに問いを言ってやって、で、それぞれこの理解する、共通化するを受けてやるインテント作らないといけないので、まあそうですね、こういうコピーしてもいいんですけど、まあ新しいインテントにしますかね、ニューインテント作ってやって、で、アクティベーションとしてはまずニューインテントから呼び出すということにして、で、なんて言ったときかっていうと理解するとか理解っていうふうに条件付けして、で、レスポンスの方はその正解ですと、フィードバックを与えてやると。で、ニューインテントって名前だとこう、重なっちゃうんで、こっちは、理解っていうふうにしましょうか。で、あとはまあこのインテント複製っていうので、これと同じのを作ってやって、で、こっちの方は、なんて書きましたかね、共通化する。なので、共通化。ということにして、で、返事。レスポンスの方は違いますと、コンプリエンドは理解する、把握するという意味ですと。こういう感じですかね。これで一応最初に私が冒頭にデモンストレーションしたのと同じような動作をするものができたと思います。
ちょっとテストしてみましょうか。こんにちは。では問題です。哺乳類は次のどちらですか？クジラ、ミドリガメ。違います。ミドリガメは爬虫類ですよ。おう、すいません、なんか間違えたみたいですね。ここに行かないのはなぜだ。アナザー行ってんとかな。これでいいのかな。では問題です。哺乳類は次のどちらですか？クジラ、ミドリガメ。違います。ミドリガメは爬虫類ですよ。あれ何か間違えてますね。ネクストアクションか、これですね。テント2エクセキュート、これをニューインテントエクセキュート、アナザーインテント、こっちもニューインテント。今度こそどうですかね。こんにちは。では問題です。哺乳類は次のどちらですか？クジラ、ミドリガメ。違います。ミドリガメは爬虫類ですよ。2問目です。英単語コンプリヘンドの意味は次のどちらですか？理解する、共通化する。正解です。アンダースタンドよりも深く広く理解するという意味になります。という、ちょっともう疲れてきてる感じですけど、というですね。ということで、ちょっと、かっこ悪いことにちょっと間違っちゃいましたけども、この1問目の選択肢を受けたインテントの後で、ネクストアクションズのところがあのユーザーの入力を待つっていうふうになっちゃってたんで、あのそこで、まあ、待ちに入っちゃって次に行かなかった、ここに行かなかったんですけども、ここをエグゼキュートアナザーインテントっていうのを選ん でどのインテントを実行するかっていうのをニューインテントっていうふうにそれぞれ、ここで指定するとこっちに行きました。さっき何書いてあったかな。これは多分まあこれでもいいし、こっちでもこっちのままでもよかったのかもしれません。ちょっとそれはどっちでも多分いいと思うんですけど、あの重要なのはこっちのネクストアクションズのところで、まあ、止まってたということですね。これで、2問続けてあの出題するスキルになりました。はい。でもうちょっと時間がなくなってきたんで、かつちょっとあの
デプロイが、Amazon のそのデベロッパーコンソールへの方のデプロイがうまくいかないので、一つちょっとごまかしたところがあったんですけど、それはどこかっていうと、最初のデモをやった時に、この、2問目ですってことで、英単語をコンプリヘンドの意味はっていうのを、今日本完全にカタカナ意味でコンプリヘンドの意味はっていうふうになってましたけども、これはさっきのデモの 時にはコンプリヘンドっていうふうにちゃんと英語の発音になってたんですけども、それは何が違うかっていうとですね、それだけ一応言って最後終わりにしたい、このスキルの開発については終わりにしたいと思うんですけども、もう一個 のアカウントでそれ僕が作ってた方をちょっと見るとですね、あ、消えちゃってるな、すいません、ちょっと見ようと思ったら消えてたので、パッと出せないんですけど、英語の、その日本語発音ではなくてちゃんと英語の発音にするにはですね、そういうふうにここは英語で読みなさいっていうふうに指定してやる必要があるんですよね。ですね、それはですね、ここにもちょっとヒントを書いてあったんですけども、この今日の資料のところの、この今やってるこのセクションの一番下にですね、Amazon ポリーでサポートされている SSML タグっていうのがあって、ただ単純にコンプリヘンドっていうふうに書いてしまうと、Amazon のその音声合成のエンジンっていうのは、まあ要するに日本人が時々その日本語の中にアルファベットの英語の綴りを交えて書くことがあるように、まあ、そこはわざわざ英語っぽく読む必要はなくてカタカナ読みにするっていうのが、まあ確かに一般的なやり方なんで、それを踏襲して普通に日本語っぽく読んじゃうんですね、コンプリヘンドって読んじゃう。そうじゃなくてちゃんと言語を指定するっていうふうにやれば、そこはその言語の音声合成エンジンが動いてちゃんとその言語の発音で言ってくれます。でこれはボイスアップアップスのこのエンジン、あ、こっちじゃなくてボイスアップスのエンジンっていうのは普通にこうやって文字を書くところにそのままその、SSML っていう読み方を指定するタグを指定できるってことだったんで、Amazon の直にこうコーディングするやり方だとちゃんとそれ SSML ですよって教えてやって、かつ、ここに書いてあるように Speak っていうタグで全体囲まないといけないんですけども、この Speak って書く必要もなくてですね、これする必要もなく、かつSSML プレインテキストじゃなくて SSML ですっていう指定する必要もなく、例えば空白を置きたいときはこういうふうにブレイク、っていうタグを使って何秒空白を置くかっていうことをしてできたり、言語だったら、この場合フランス語で読ませたいときはフランス語の発音で読ませたいときはこういうふうに囲ったらいいって書いてあるんですけど、つまり、ですね、こういうふうに囲めばいいんですね、さっきのこっちではなくてこっちのですね、この部分をですね、フランス語じゃなくて、アメリカ英語だったら N 英語の US
スなまりっていうことで US って書いて、でここはスララングっていう、書くんですね。でこれだけじゃ確かうまくいかなくて、一応これここに書いてある通りだと、ここに書いてある通りだとそういうふうになるんですけど、ですね、どの声色で喋るかっていうことも指定しないとしかうまく動かなかったと思うんですよ。ちょっとカンニングペーパーをちょっと見るとですね、ちょっと一回作ったのが消えちゃったんで、もう一回ちょっと見てみると、こんな感じですね。これで、あ、これはイギリス英語の指定になってますけど、これは別の、全然別のスキルのところからコピーしてきてるんですけれども、書き方は同じで、こういう感じですね。ここ女性の声でエマさんの声でイギリス英語でここを発音してくださいっていう、ラングの後にスラボイスとボイスと、こういうふうに書いてやると、この部分だけ、このコンプリヘンドっていう部分だけちゃんとイギリス英語の発音で喋ってくれます。これが最初僕がデモしたスキルではそういうふうに書いてました。こうですね、こういう感じですね、はい、こう書けばちゃんと英語で喋ってくれます。ここグレートブリテンのところを US と書けばイギリス、アメリカ合衆国訛りになるし、その場合は多分エマさんじゃなくて別の名前のそのキャラクターというか、声色にしないといけなかったと思いますけど、もうなんか決まってるんですね。その、イギリス英語はなんとかさんというふうになんか決まってるらしくて、これもこの声のなんていうキャラクターも何人か選べるんですけど、何種類か選べるんですけども、まあ、そういうことも可能ですよっていうことですね。すいません、ちょっと長くなっちゃいました。で、大事ですね、この、こうやって書いて、ここのテストでやると、どうもちゃんとそのこのタグに対応してないらしくて、テストでやる、ここのテスト、ボイスアップスのテストではうまく発音してくれないんですよ。なので、これやりたかったらちゃんとやっぱりこの辺をちゃんと発音してほしかったら、Amazon の方にデプロイして試すしかないみたいです。昨日やったところではそんな感じでした。多分うまくいかないと思うんですけど、いきませんね、残念ながら。これがうまくいったら Amazon の方でちゃんとできるんですけど、こっちのアカウントの方ではうまくそれでできたので、冒頭のデモではちゃんとそうやって発音させることができたんですけど、ちょっと原因不明の理由でこっちではパブリッシュできないので、ちょっとここまでです。はい、音声アプリの開発についてはとりあえずこんなところです。何かご質問とか分からないこととか、こんなことできないのかとか、そういう話、ご質問コメントあればぜひ教えてください。チャットの方でも構いませんし、メールアドレス、ちょっと上の方にメールアドレス、チャットのところにメールアドレス、私のメールアドレス書いたと思いますけど、そこに送ってもらっても構いません。
時間の最後までには1回見ますので。で、皆さんのご質問待ってる間に、じゃあもうあんまり時間もないので次最後の、ところに入りたいと思いますけど、最後のこの、もうあと20分ぐらいしかないですけれども、ところでやりたいのが、あの Google とか、IBM が提供している自然言語処理の、まあ処理をして結果だけ返してくれるっていうサービスがあるんですけども、それをちょっと見てみたいんですよね。あの Amazon でもあのサービス提供してるんですけども、残念ながら日本語にはまだ非対応なので、今回日本語に対応している Google と IBM を、持ってきました。で、ここにこの今日の資料にリンク貼ってありますけども、これ両方とも、ログイン必要する必要もなくですね、これ開くとすぐにあの、デモンストレーションの画面を使うことができて、あの、まあ、あのちょうど Google 翻訳みたいな感じで何か文章をペーストしてやって、分析ってやるとダーッと分析結果が出てきます、まあ、それちょっとあのお見せしようと思うので、まあ、各自あの開いていただいて、あの自分の好きな文章をこうペーストして試してもらうのがいいと思いますけど、ちょっとやってみましょうか。IBM はあの有名なワトソンというやつですね。ワトソンってどの範囲までワトソンと呼ばれてるのかよく分かりませんけど、とにかくあのIBM の人工知能エンジンが、処理してくれるものです。このリンククリックするとここに飛びます。で、あのなんか簡単な説明がここに書いてあるんですけど、この左のところにですね、デモっていうのがあって、これをクリックするとあのそこで試すことができる画面が出てきます。説明は全部英語なんですけど、まあ大したことはないので、まああの、読んでもらったらいいと思うんですけど、あるいはあの機械翻訳にかけてもあの問題なく意味が分かる訳が出てくると思うんですけども、で、あのもともとデフォルトでなんかテキストが貼り付けてあって、結構長いテキストですねこれね。あの英語、このサンプルの英語だとどんな風に出るかちょっとやってみましょうか。まあ、ここに貼り付ければいいんですけど、とりあえずこのもともと入ってたやつのままでアナライズとかクリックしてみると、そこでリアルタイムにこう処理してくれて結果が返ってくるんですけども、センティメントがあってエモーションがあって、キーワードとかあって、エンティキーワードですね、これキーワードが抽出されますね。でエンティティーズっていうのがあって、キャテゴリーズっていうのがあって、コンセプトと、シンタックスはこれは言葉単語ごとに出るんですね。セマンティックロールズっていうんですね。まあこういう感じであのいろんな観点からその人間が書いた言葉を、まあ、機械が一応読み解くという感じですね。で、僕もちょっと隅から隅まで読んだわけではないんですけども、英語だとこうやって全部出るんですけども、日本語も ある程度解析してくれます。例えば、ちょっと待ってくださいね。ちょっとなんか、
こういう文章をちょっと用意してみました。例えばこういう、まあ、短い文章ですけど、これをここに貼り付けてみますかね。あったかいですね、桜もそろそろ咲き始めてるみたいですと、気分も少し良くなってきましたみたいな、こういう文章があったとして、まあ、ちょっと短すぎたかもしれませんが、アナライズってやると、まずその感情ですよね、感情、センティメント、まあ、感傷、感情、うん、まあポジティブだと、ポジティブな感情で 0.93、 これ0から1までだと思うんですけど、この文章としては、まあ、あの割と前向きなというか、文章ですねっていうあの分析結果で、エモーションはこれは多分単語ごとだと思うんですけども、これは日本語では対応してないっていうことなんですよね。でキーワーズ、この文章の中で、まあ全体の意味に対してどのぐらいその関連性が高いかっていうことを、まあ、主なキーワードを引っ張ってきて数値で表してくれると。でエンティティーズっていうのはあの、まあ、パラメーターみたいなもんですよね。それぞれ文章の中に入ってる単語がどういうその種類のものか、まあ今日っていうのは日付を表すものですよねとか、例えば来たっていうと人の名前ですよねとかっていうふうにこう、まあ、あの文章の中から、そのパラメーターとして重要そうなものを、出してくれるっていうことですね。でキャテゴリーズっていうのはこれはその文章全体が何を表してるかっていう、まあ何かそのツイートとかブログの書き込みとかでも、そのどういう種類の、 あのことを話題に取り上げてるかっていうことを分類することってよくあると思うんですけど、それをまあ、人間が判断しなくても機械がやってくれるっていうことですね。あの天気のことを、取り上げてますねとか、エンタメのイベントのことですねとか、テレビのあの映画のレビューですねって書いてますけど、そんなことは別にないんですけど、まあそういうこういう文章がそういう類の、 あの書き込み、あの文章には多いっていうことなんですかね。他の、学習したデータの中ではそういう、その IBM が学習させた、人工知能に学習させたデータの中ではそういう表現が多いのかもしれません。でコンセプトも、シンタックスもセマンティックロールズってやつもあの日本語には非対応だっていうことで、なのでまああのどういう種類の文章かっていうことは、まあ、あの分類分けはこれで大体できて、まあ確かにあのスコアもあんまり、0.5 ぐらいなんで、まあ確信度っていうかそんなに確実じゃないっていうことなので、まああのこの辺はあんまり当てにならないっていうことかもしれませんけど。まあそこそこの、こんな短い文章でもそこそこの、あの、なんていうんですかね、見分けができてるっていう感じですよね。で、よく見た文章でちょっとニュアンスを変えた文章を作ってみたので、それを、貼り付けてみると、こっちの文章にちょっと置き換えてみると、まあ、今日はとっても暖かい日ですけど、桜もそろそろ咲き始めてるといいのですけど、気分も少し良くなってきたかなっていう、まあよく似たこと言ってるんですけど、まあ少しニュアンスが違うっていう、これではどんな感じかなっていうふうにちょっと試してみるとですね、まあ、感情のそのポジティブさっていうのはちょっと減ってると、さっきは 0.8 か9ぐらいだったんですかね。でキーワードはまあ基本的に同じなんですね。エンティティも一緒ですね。で、カテゴリーがこれが急になんか全然違う方向に行って、なんかメンタルディスオーダーとかいうあの方に分類されちゃうっていうのは、これはまあ面白いっていうか、まあニュアンスをすごくこううまく判別するんだなというふうにこれちょっと見てあの
面白いなと思ったんですけど、パニック&アンザイエティとか、なかなかデプレッションとかですね、抑圧的だとか、そこまであのひどくないと思うんですけど、この文章でもやっぱり確かに前の文章よりはちょっとこうあのなんとなく憂鬱な感じはもちろんするので、そこもちゃんと読み分けてるっていう、感じですね。はい、で同じようなサービスで、これが IBM の提供したやつですけども、Google もクラウドナチュラルランゲージっていうサービスがあって、こうやって説明があって、途中でこういうふうにあのサンプルを貼り付けるところがあるんですけど、ここもあの見本は英語ですけど、これをさっきの文章にちょっと置き換えてやってみるとですね、最初の1文目を、でアナライズって押してみると、エンティティーズですね。まあそれぞれやっぱりこう癖というか、あのちょっと出てくるのが IBM と Google で違うみたいなんですけど、Google の場合は桜っていうのと気分っていうのはあの文章全体の中で重要じゃないかっていうふうに判断してこれを出してきてるんでしょうね。でまああの両方ともアザーになってるんで、あんまりあのそういうパラメータとして判別できる種類があんまりないのかもしれません。桜気分ですかね。で、ウィキペディアの、への、 あのリンクも一応 Google の場合出してくれるっていうことなんで、なんかこうリンクの自動化とかいうことにも使えるんじゃないかっていう記事を見たこともありますけど、でも英語版なんですよね、ウィキペディアので。サリエンスって書いてあって、これがまあ顕著性というか、突出性というか、まあ、要するにこの文章の中でどのぐらいあのそれが目立った言葉になってるかっていう、この文章を特徴づけてるかっていう意味なのかなと思うんですけど、その数値も出るようになってます。でセンティメントっていうのは、Google の場合はこれは一応あの文ごとに、文章ごとに出るみたいで、全体が、0.2 っていうのはこれは要するに、ここに出てきますけど、あの、マイナスの感情だとマイナスの値になって、プラスだとポジティブだとプラスになるということで、まあ、0.2 ってことで、まあ、少しポジティブ、マイナス1から1までの間の 0.2 なんで少しポジティブだということで、でマグニチュードっていうのはその方向はポジティブなんだけど、どのぐらいその大きいかっていうことを表してるらしいです。だからまあ結構ちょっとポジティブだけでも結構そのまあ何て言うんですかね、強く出ているっていう感じなんですかね。で文章ごとにそれぞれ出てて、あったかい日ですねって言ってるのは 0.6 ぐらいのポジティブなんだけど、桜もそろそろ咲き始めてるよっていうのは結構マイナスの、負の感情があるって、そうかどうかちょっとよく分からないですけど、まあ、そういうふうに判断してると。気分少し良くなってきたのは 0.7 ぐらいになってるっていうことで、オーバーオールではあの全体としては 0.2 と 1.8 っていうふうに出てくると。でシンタックスとか、まあ、一応こう構文解析みたいなこともやるみたい でカテゴリーズはですね、これはあの Google のこの、アナライズの結果にはこうタブで出てくるんですけども、あのドキュメント読んでみると、日本語はカテゴリーズ分類分けっていうのはあの非対語だって書いてあるんで、まあこれクリックしてもエラーになるだけなんですけど、まあ、最後もう一個の少しあのネガティブな文章の方、同じような言葉使ってるんですけども、ネガティブな文章の方試してみるとですね、まあここは一緒ですね。エンティティーズは一緒で、センティメントが、あの全体としてはあの同じ 0.2 ポジティブさプラスかマイナスかというと、まあちょっとプラスっていうだけなんですけども、マグニチュード、まあ、強さっていうのはあのちょっとやっぱ弱めだというふうに判断していると。
まあ、微妙なやっぱニュアンスをちょっとこう読み分けてる感じですよね。まあここがやっぱりちょっとこうネガティブだっていうふうにまあ捉えられてるということですね。まあそんな感じですね。とはまあこういうのが出るのは一緒ですね。カテゴリーズはあのエラー、同じようにエラーになります。ということで、まああの人工知能、あの画像を判別するとか、画像に何が映ってるかとか、人の画像を見て喜んでるか泣いてるか怒ってるかを判別するとかっていうのはあの結構あの、世の中でもよく取り上げられてて、実際この、IBM も Google も Amazon もそうやって画像を処理してあの文章化するとかっていうサービスたくさん提供してるんですけども、自然言語の処理っていうのはあの、まあ、まだ日本語対応もちょっと、まだ一部だけっていう感じもあるんですけれども、でもまあこうやって見てみるとあのそこそこそのなんていうかな、人間が書いた文章を、まあ、一応ある程度色分けして、やるっていうことが、まあ、できるようになってるんだなっていう印象です。これを、まあ、今回試したのはすごく短い文章なので、まあ、あんまりもともと情報は含まれている情報が少ないわけですけど、もうちょっと長い文章とかを、その人間が処理をする前段階としてスクリーニングするときにこう、あのこういう手法を用いたりするとあの、まあ、効率化できたり、あるいは人間が見逃すようなものをこうちゃんと拾ってくれたりっていうようなことができるんじゃないかなっていうふうにあの、考えています。あのちょっといろいろ実際の、まあ、教育現場とか、まあ、それ以外の、まあいろんなその技術系のトレーニングとか、まあ、医療関係 の、あのカルテを読み解くとかいうサービスも Amazon でなんか出てる、最近あの、提供されてされ始めてるみたいですけども、日本語に対応するかはちょっとよく知りませんが、まあ、そういうところにその人間が書いた自然言語の文章をこう、こう解析するっていうのがいろいろ応用ができそうだなっていうふうにちょっと思っているところです。はい、まあ、後半はちょっと本当に紹介だけ、あの、まあ、皆さん、お試しになれる、なられるので一回あのご自分のお持ちの文章をこう突っ込んでみて試してみられると面白いと思うんですけども、何か面白い応用が、まあ、できそうだなと思うし、何か思いついたらぜひ教えてください。あの、一緒にこういうあの、よくできたエンジンをこう、まあ、よくできてるっていうかある程度こうちゃんと、解析結果が出てくるエンジンをこ うまく利用してやるといいんじゃないかなというふうに思ってます。あのこれはもちろんあの、API で呼び出してやると、このいちいちこうウェブ上でペーストしなくてもあの大量の文章をざっとこう処理できるので、あの、大量のデータの自動化、自動的な分析っていうのも可能です。そのあたりはまたあの、次の機会にご紹介したいと思いますけども、はい、ではだいたい、予定の時間になりました。まあ、前半後半通して何かご質問とかご意見コメントとかあれば、お送りいただければと思います。何かありますでしょうか。まあ、チャットの方でも結構ですし、メールでも結構です。メールアドレスはチャットの履歴の上の方に私 あの大学のメールアドレス書いてますので、送っていただければあの、ここですぐに答えられなくてもまたお答えするようにしますのでいかがですかね。声は聞き取りにくくなかったですかね。大丈夫ですかね。
今日の資料に書いてあるのは、ただ全部これで大体できた感じですね。まあ、今回初めて、JSET の、人工知能の教育利用シグの、まあ独自の比較というかやってみたわけですけども、今後もこういう企画、まあ、チュートリアルにしろ何にしろ、ワークショップにしろ何かこういろいろやっていくつもりなので、ご要望とかもあったらぜひお聞かせください。来年度はもうちょっといろいろオンラインの企画だけではなくて他にも考えたいと思います。はい、ありがとうございます。声はよく聞こえてたということで、はい、ちょっと内蔵マイクだったんで不安だったんですけども、うまく聞こえてたようで安心しました。よろしいですかね。はい、ちょっと自分が普段使ってるパソコンでやってるんで、ついメールとかを無意識に開いちゃうので、画面をこう消してからじゃないと非常にまずいんですけど、はい、それでは、5時過ぎましたので、この辺りで終わりたいと思います。ご質問コメント、まあ、ここに書いてあるような何でもあったらぜひ聞かせてください。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ今日はどうも長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。熊本にも、まあ、また機会があったらぜひお越しください。イベントは東京、関西、首都圏、まあ、その辺でも、まあ、ちょっと考えてやりたいと思います。どうもありがとうございました。これで終わります。